皆さんこんばんは。本日はユベントス対川崎フロンターレ、ユベントススタジアムよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。笛が吹かれてスタートです。ユベントス対川崎フロンターレ、試合はどのような展開を見せるのか。裏に味方を走らせる、アグエロからクリスティアーノ・ロナウド、ボケのボール、さあアグエロ、ダビド・ピサーロ、アグエロに渡る、抜けてくる、アグエロのシュート、枠を捉える、セルヒオ・ラモス、ここはつながりません。シャビからクリスティアーノ・ロナウド、いい形ですね。体が強いセルヒオ・ラモス、ここはクリアします。アレクシス・サンチェス、縦を使います。ビダル、ユベントス、ここでファールを取られます。アレクシス・サンチェス、ビダル、このボールをカットします。アグエロに渡る、マルキージョックからクリスティアーノ・ロナウド、カウンターを仕掛けていきます。裏を狙う、シャビ、前半の3分の1が経過しました。アレクシス・サンチェス、抜けてくる、シュートに行くか、シュートコースが良かったですよね。エリア内混戦してましたからね。抜けていけるか、これ来ましたね。ダビド・ピサーロからのスルーパスは通りませんでした。しっかりパスコース埋めてますよね。アグエロ、気にされたですね。川崎としては行けませんでしたけど、ああいう選手が一人いるっていうのは相手にとって脅威ですよね。ワイドルましたね、ロナウド、いい形ですよ。ディフェンスいいですね。アレクシス・サンチェス、いいパス出ましたね。さあ抜け出した、オフサイドですね。クリスティアーノ・ロナウドに渡る、ライン裏狙いましたね。コースが空いたか、自分で行く、さあコーナーキック、ユベントス最初のコーナーキック、ここは読んでいました。アグエロ、アグエロからクリスティアーノ・ロナウド、さあボールが抜ける、さあ打てるか、さあアグエロ縦にボールを送ります。このパス超えるか、おお面白い、ノイアーキックで対処、もう前半33分というところです。前半まだ両チームともスコアレスの展開が続いています。ボケ、アレクシス・サンチェス、いいパスですね。ボールが抜ける、
フリーになった。切り返してシュート、こぼれている、ゴール、ユベントスから先にゴールを奪います。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。今のはディフェンスの問題ですから、すぐに修正したいところでしょうね。そうですね。どうしてあそこでフリーにさせてしまったのかっていうことを明確にする必要があると思いますね、うん、なるほど。さあ川崎先制1対0です。これで優位な試合運びができるんじゃないですかね。そうですね。しかしまだ1点差ですから安心してはいけませんよね。はい、アグエロ、もう40分です。川崎前半の終わり際に得点を挙げて1対0とリードしています。クリスティアーノ・ロナウド、これを読んでいた。これはクリア。オフサイドです。ディフェンス、ロドリゲス、やはり非常に守備は硬いですね。ここで前半が終了しました。前半終え1対0、川崎まずは前半先制して折り返しました。やはり1点でもリードして後半を迎える方が気持ちの上では楽になりますよね。そうですね。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。川崎1点先制して前半を折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。いやー面白いな。これはカット、アグエロ、長いボール裏へ落とす、ここで受ける、さあアグエロ、アグエロシュート、いやー危なかった。ユベントスチェックが厳しいので簡単に打たせてもらえないですよね。ここも固い守りでボールを奪います。チアゴシウバ、スルーパス、ロドリゲス、クリスティアーノ・ロナウドから左へ、ロナウド、さあカウンターのチャンスになります。ユベントス起点となるアクションを作っていけるのか。そういい守備ですね。ジョルディ・アルバ、ボケ、今日得点を挙げています。さあ抜けてきた、シュートレンジです。オフサイドですか。シャキリからのパスは通りませんでした。
なかなかいい形が作れないですね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。川崎としてはここで1点取れると非常に楽になるんですけどね。そうですね。惜しかったですね。今のがつながっていれば決定的なシーンでしたよね。さあ交代枠を使い切りますか。ああこれでメール裏のスペースに置きに行く。このパスはキーパーへ。ディナターレックスからクリスティアーノ・ロナウド。ゴロトゥールがこれはファールを取られました。おっとここでカードが出ます。スピードに乗ってましたからね、止めざるを得ないという形だったと思いますね。後半20分を経過しました。川崎1点を先行しています。ヤゴシウバゲッツェ、ここはカットします。シャキリ、ここもしっかりディフェンスしました。どうする。あ、今もいい守備ですよ。これはなかなかこじ開けられない。ゲッツェ縦にボールをつないでいきます。カットです。さあクリスティアーノ・ロナウド、ベイルからクリスティアーノ・ロナウド出ましたね。メッシ、いやもったいないですね。うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。うまいですね。こういうスペースの作り方は非常に効果的ですよね。これを繰り返していけばいいと思いますね。浮かせて裏を狙う。うわ面白い。このボールに触ります。ボールこぼれて後半31分が過ぎたところ。さあロッベン、リベリ、リベリからルイス・スアレス、ジョルディ・アルバ、クリア、クリスティアーノ・ロナウドに預ける。さあ一気にカウンター。まだ危ないですよこれ。後半の36分が経過しました。おお面白い。さあディナターレ、いや抜けてきましたね。ここはすぐ奪い返します。とボールはさあルイス・スアレス、このパス超えるか。クリスティアーノ・ロナウド、ユベントス試合を振り出しに戻すかというシーン。ゴールは決まりませんでした。残り時間少ないですけど諦めずに打ってほしいですよね。さあカウンターを仕掛けます。川崎としてはあそこ抜かれたら決定的な場面になってしまいますからね。はい、ゴール、ユベントス土壇場で追いつきます。ここでフリーで打たせてはいけません。川崎としてはまずこの選手にマークをつかなければというのは分かってたと思うんですけどね。そうですね、ちょっと捕まえられませんでしたね。はい、惜しいでしょうね。後半残り3分というところか。このボールをカットします。
さあ前線へ、もう時間ないですからね、単純にサイドから入れるっていうのも一つだと思いますよ。コーナーキックです。ここは勝負どころじゃないですかね。ラストチャンス生かせるか。このボールはつながりません。いつ笛が吹かれてもおかしくない。川崎なかなか前にボールが運べません。味方を走らせるチャンスになる。ポストだ。いやー今のはもう決定的なシーンですね。最後前線にボールを入れてきたんですが、ここで長い笛。1対1引き分けです。両チームよく戦いました。七海さん、試合の総括をお願いします。川崎としては後半から相手の勢いに押されましたよね。もう少し積極的に攻撃していれば結果も変わったと思いますね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は七海博さんでお送りいたしました。七海さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。1対1ドローとなりました。